こう見えて69歳。沖縄ではかなり有名ですよ。ゴルフも上手なんですよ。そう、お父さんはプロのシニアツアーに出場するほどの腕前。イッサのゴルフ好きも父の影響が大きい。そんなイッサの父が暮らす家へ。こんにちは。はい、はい、どうぞ。本当に狭い部屋ですよ。迎えてくれたのは次女、サリ。サリカです。サリ。チェスカです。お子様何人ですか？6人。ちなみに、イッサの3歳上の長女はかつて。こんにちは、福永ジャミです。沖縄アクターズスクール出身のアイドル。そして三男チェスカはジュニアカートの沖縄チャンピオン。子供たち全員についた茶の文字、その理由は小林一茶のあの人物がすごいこうインパクトがあって、彼の俳句ってものすごい優しいじゃないですか。スズメの子、底の毛底の毛、おふまが通るとかね。現在、ラーメン店のオーナーを務める父は、男で一つで子供たちを育てている。父の特技は、君は手だけ聞いた、まあ、一茶にも負けない甘い美声。やはんやろな。そんなもとむさんは、アメリカの軍人だった父と日本人の母の間に生まれた。6歳の時、父と生き別れたため、その記憶はほとんどない。だから自分の知らない父親の愛情を子供たちに注いだ。一緒にくっついているのが一番いいですよ。中学校 2,3 年までは一緒に寝てますからね、僕は。イッサは時間ができると父の元へ帰り、親子でツーリングを楽しんでいる。ただ父には一つだけ心配なことも。早くいい子でも見つかればいいかなと思ってはいますけどね。モテない男よりモテた方がいいんじゃないの？デビューから29